はい、今日は照英の新しいヘルメットが届いたので紹介したいと思います。これは去年ヨーロッパで発表されて、春ぐらいには日本に来るんじゃないかと言われていたグラムスターの色付きのやつですね。この XXL サイズなんですけど、グラムスターリセレクションかな、リセレクションっていうのかなっていうやつです。先月に単色のグラムスターは発売になったんだけど、あ、これあれだ、ピンロックついてます。先月に単色は発売されて、結構もう持ってる人はいると思うんですけど、このカラーのついたやつ、色付きのやつは18日かな、今日20日なんですけど、18日に出荷発売開始だったのかなみたいになってたので、おそらく、まあ、2ヶ月前に予約したっていうのもあって、最初のロットだと思うんですけど、まあ、なかなか日本ではまだお目にかかれないと思うんですけど、こんな感じです。グラムスターです。まあ、色がね、白かブルーかブラックのこのツートンなんですけど、ブラックが一番何にでも合うんじゃないかと思い、まあ、一応 GT7 半が走れるようになった際には GT7 半にも合うんじゃないかと思って買ってみました。やっぱ軽いですね、これ。箱に入ってても相当軽いなと思ったけど、単体でも相当軽い。これいいね。あんまりノイズとかは、今までジェッペルとか繁忙とかかぶってたので、ノイズ云々は気にしないんで、フルフェイスで軽いっていうのがね、やっぱ売りだと思うんで、まあ、私には、まあ、かぶった感じはまだ分かんないけど、ちょうどいいんではないかと思います。はい、かぶってみました。こんな感じです。で、GT7 班にちょっとまたがってみたいと思います。あ、旧車に似合うヘルメットなんで、GT7 半だと結構似合うと思うんですけど、次はインディアンロードマスターにもまたがってみたいと思います。で、次は、まあ、このクラシックバイクじゃないんですけど、この NC750X にもまたがってみたいと思います。はい、かぶった感じですが、普段私照英の XXL をかぶってて、まあ大体 XL か XXL なんですけど、このほっぺたのあたりがね、 XXL の方がまあ余裕があるっていうことで、だいたい XXL を選んでるんですけど、ちょうどいいぐらいですね。全然痛いとかもなく、後ろ姿とかね、自分では見れないんだけど、どんな感じかなと思いながら、後でビデオを見てみたいと思います。まあ、身長はだいたい180ぐらいで、体重は92、3キロなんですけど、まあ、ちょっと大柄というか、がっちりした人には参考になるんではと思います。まあ、照英の高いグレードじゃないので、この首のところがラチェット式ではないんですけどね、一回一回結ぶタイプなんだけど、私が持ってる JO もこのタイプなんで、まあ、こんだけ軽ければ、ね、余計なシステムいらないのかなと思ったりはするんですけど、デザインはもうすごいかっこいいですね。で、色合いも派手すぎず気に入ってます。次のツーリングでかぶってみたいと思います。まあ、久々にツーリングじゃない動画を作ってみましたが、これからもバイク関連の商品なんかも紹介できるビデオを作れればと思っていますので、これからもチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。